え、クラッシュボンディックが操作してるんですけど、初めて、え、僕の初クラッシュボンディック、こんなところで消費されてる、嘘。15年後？急に、え？魚が。よし、そこに着いたぞ。レーダーでは座標通りじゃない。ジェームス。いや、それっぽいのはないな。そっちには反応あるのか。いや。そうか。じゃあちょっと下ってみる。わかった。頼んだぞ。任せろ。マレーシア。おお、美しい。タンクの残りが少ないだろ。上がるか。いや、大丈夫。すぐ済むさ。長押しだ。見つからないなら中断するぞ。見つける。そうかい。上がることを推奨されているんですけれども、もうちょっと確かに、ちなみに何を探しているんだい、お魚ちゃん。なんだ、お、かわいい、初めての宝。うん、さらっと窃盗。また何かありそう。ん？おい、何かあるぞ。なんだ？錆びてないな。色も合ってる。岩にぶつかって壊れちまったのかな。おい、ブツブツ言うな。悪い。トレーラーの破片っぽいな。多分近くだ。おいおい、ネイト、本当なんだろうな。なんか、その、水流を感じます。なんだ？なんだ？ん？お、何かありましたよ。ああ、見つけた。あったぞ。やったな。状態は。まあまあ。壊れちゃうが、まあ、平気だ。中身開いてなさそうですね。そんじゃ見てみっか。タンク引っかかり。積み荷が見える。ほとんど残ってるみたいだ。積み荷の数は？入ってみないとわからない。待ってろ。タンクの残り少ないって言ってましたけど、大丈夫か。よし、開けるか。はい。ずいぶん歪んでるけど、人間の力で開くのかな。よし。文明の歴優秀だな。おはようさん。入ったぞ。見た感じほとんどここにありそうだな。怖いな。1、2、3、足りないのは2箱だけみたいだな。探してみるか。おい待てよ、まずはタンクを取り替えたらどうだ。多分近くにあるだろう。あったぞ。引っ張れ。くそ、トレーラーの下敷きになってる。こうしよう、先にもう一箱を固定しろ。それからトレーラーを引き上げる。さすができる男は対処が早いね。まあな。ありましたぜ。残りも3つ。よし、あと1つだな。中で固定しとけ、もうすぐ着くから。了解、後でな。気持ち悪い動きになっちゃう。重たい重たい。何が入っているんでしょう。で、わい。よいしょ。一つは固定したぞ。いいタイミングだ。こっちも着いたからクレーンを下ろすぞ。はーい。クレーン？ほら、下ろすぞ。クレーン。おお。よし、この位置でいいだろう。ケーブルを取り付けろ。少し引き上げてやる。ワイ。ケーブル取ったぞ。車軸に引っ掛けられるか試してみる。頼んだぞ。ああ。いけるかな。
え？まずは一本と。おい、タンクの残りはどうなんだ？まだ分からない。すごい気にしてくれますね。優しいな。よーいしょ。よし、こっちの準備はできたぞ。わかった。あげるから離れろ。いつでもどうぞ。よし、じゃああげるぞ。あ、そっか、もう一個取らないといけないんだ。どうだ、取れるか。ええ、完璧。頼むから。ちょっと待ってね。さあ、どうするかな。よいしょ。残りを運ぶ。他のと一緒に固定してくる。ええ、連打、連打。よーし。これで上に行けばいいのかな？ん？違う。中に戻せばいいのかな？そういうことらしい。ここに押し込むと。ん？毛布？牢獄？中国語？おいおい、これで積み荷は全部揃ったぞ。ああ、エアはまだ5分分残ってるけど。まったく。じゃあもう一仕事頼むよ。他のお宝も探してきてくれ。え？遠慮しとく。乗ってくか。そいつはいい。クレーンに乗ったら教えてくれ。クレーンに乗る。よし、いいぞ。引き上げてくれ。危なくない？捕まってる。みんな急激に上がって大丈夫ですか？完璧じゃないか。どうだった？結構大都会の。仕事には参るよ。魚臭さが染みついちまう。そうか。ちょっと待っててくれ。うん。はいよ。あ、なるほどね。なんかこう事故とかでこう貨物が落ちちゃったようなのを回収する仕事をしてるわけですね。うん。真っ当な仕事だ。それはいいことだ。お兄ちゃんの件があって足を洗ったんでしょう。で、あれが雇い主か相棒か。はい。ネイト、お疲れさん。ああ、疲れたよ。ほら、よこせ。ほらよ。危ないな。どうも。おい、タンクが軽いぞ。ほら、おかげで仕事が楽になったろ。ギリギリまで居すぎ？これ気になるな。ドレイク、あんなのんびりした引き上げ作業久しぶりだったぜ。おいおい、そう言わないでよ。な、そうだよな。あとお前の匂い強烈だ。ちっけーな。でもこの匂いで思い出すだろ、お前の母ちゃん。おいおい。言ってえな。そのまんま伝えとくぜ。そっちの準備はどうだ。うん、ちょっと待て。これここにサインして。雇い主っぽい人。あ、いいもん見っけ。手癖悪すぎ。
どうだった？どう思う？全部回収。まあまあです。一つ残らず俺たちも見習わないと、うん、おいおいやめてくれよ。ちょっと待って、これは違うな。ちょっと見せろ。ジェームソン、ん？おい、まだ時間かかるのか？今これを引き上げたばかりなんです。1時間はかかります。できるだけ急いでやってくれ。輸送船が待ってるんだ。わかりました。また後にしよう。はいはいはい、なるほどね。よーヒーロー、それじゃ中身を見るか。中身見せてくれるんですか？次は他のやつにやらせてやったらどうだ。ゆっくり休め。いやいいよ、オフィスにいるより潜ってる方がマシ。ああそうか。まあどっちにしても次はだいぶ先だ。何入ってるか気になってたんですよね。それじゃ中身を見るか。この手のものの中身って気になりますよね。え、いいんですか？サンキュー。開けちゃっていいの？迷いなく行くな。よいしょ、ささくれに注意。こりゃ、見ろよこれ。どうだってさ。こう見えても価値は相当なもんだ。欧州の額を見たら驚くぞ。これでコインを作った方が良くない？さあ、祝杯だ。一杯おごる。はしごすんのか？まあね。ダメダメ、変な匂いがするね。ああ、事務作業が残ってるし、今日はそれを済まして帰るとするよ。今度な。わかった、また今度。おい、よくやった。サンキュー。ありがとう。ちょっとかくついてるけど、ありがとう。どうか、水に、塩水に使っててどうって大丈夫なんですかね。腐食しない。おいネイト、ネイト待て。なんなんでここに？ああ、プレゼントがある。プレゼント、なんだこれ？例のマレーシア沖にある沈没船の情報が入った。沈没船。ああ、船は手つかず、へ、積みは取り放題。お前ほんとめげないやつだ。それに機材を揃える金もあるし準備バッチリなのに、目の前の相棒がな、唯一俺が信用できるやつなのにおじけづいてる。いくら待っても無駄だよ。そんでそのお知り合いは許可取ってんの？いや取ってない。でもそんなの取るやつなんていない。やっぱな。メイト、その方が都合いいだろ。こっそりやれば競争相手もいない。船は独り占めだ。許可がないんだったらダメだ。お堅くなったな。これは退職金なんだよ。俺たち二人の。お前はどうか知らないが、退職金。俺は60までこの仕事をやる気はねえ。だろ。捕まっても。やはり俺はパス。お前もやめとけ。それはもっと。マレーシアか。頼むよね。気を変えるつもりはない。一晩考えてみろ。な。カーラと子供によろしく。ああ無理強いはしない。でも考えとけ。マジか、よく調べたな。裏返す。調査範囲も特定済み。これ大当たりするぞ。ズーム。僕アメリカ語読めないけどゴールドって書いてあるのは読める。うん、裏返す。アップ。なるほどな。へえ。ったくあいつ。いや絶対ダメ。悪い、他のやつだ。いっぱいある。これ事務所？普通の暮らしだって。普通の人でも自宅にこの手のものはないのではないでしょうか。
昔君の兄貴に登ってね。そんなね、普通の人はいないんだよ。カンボジアっぽいですね。そういやこんな本物集めてたっけ。怖い怖い、当たられそうだ。あ、この上着、なんだこれ、なんだこれ。お、ジャングルのど真ん中にあった U ボートの中にスペイン金貨があるなんて誰が思う。お宝が無造作に。これはなんだ。フランシス・ドレイク卿サリー。フランシス・ドレイク卿サリー、若かりし頃のズンネイトとサリーと誰さんだ、誰。読む。昔のカメラにこれが残ってた。記念にあげるわ。いい。いい。エリザベスとか、エリーとか。裏返す。思い出の品ってやつですかね。多分1か、1から3のどれかでやった。大冒険の記念撮影。記念写真なんでしょう。シャングリラ来た。ネイトと相棒か。ネイトと天神。裏返す。天神。これさっきの。さっきの上着ですかね。あそこにあった。似てるよね。いや、1から3やりたいな。よいしょ。フランシス・ドレイク卿の、裏返す。回したいな、これ。こういうのロマンですよね。これ多分真ん中に何かはめ込んで使うのかな。結構雑に雑に置くな。こいつのために大勢が殺し合いをして、振る。振る。綺麗だ。めちゃくちゃ振りたくなる。なんだ、不思議なものがたくさんだ。楽しいなこの部屋。なんだなんだなんだ。出た、過去の、過去の思い出が追いかけてくる。お兄ちゃん、いや見れないか、まだダメか。役立たずのせいディスマス。まあそう言うなよ。ちゃんと持ち帰れたんだ。あのあと、このせいディスマス協会大聖堂だっけには行かなかったわけですね。あの、お金持ちの人と出資者の人と行かなかったんだ。読む。ネイト、元気。私はいつも通りイカサマ生活ってとこ。大きな山はないけどワインを飲みながらそれなりに頑張ってるわ。あなたに
手付けの仕事があるんだけど、気が変わったら連絡ちょうだい。私がドライバーになってあげるわよ。またね、クロエ。ネイトはいろんなところにこう、なんていうか、信頼のおける仲間というか、がいるんですね。本当にいいの？諦めちゃって。もうこういうのは趣味じゃないかも。うん、裏返す。うん、あれですかね、違うのかな、ベルトのあの飾りの部分かなって思ったんですけど、ちょっと違うのかもしれない。これはおもちゃになってる。よし、急にテンション上がる。水鉄砲？やつらだ。隠れよ。おえー、おもちゃの銃。ど真ん中。うん。へいへい。あれよ。もう処理落ちして落ちたんですけど。よし。うん。射的ごっこしてたらゲームが落ちました。なになに、あ、どうやって撃つの？くらえ、ほらよっと。よし、来た。これでもくらえ。うん、やったぜ。いいっすね、プロ顔負け。いいっすね。じゃあな。どうだ、参ってくれ。どうなった？よし、再開。またな。ああ、やるか。まだいけるな。全て撃ったらしい。ああ、今行くよ。ん？まさか奥さんか？これでも食らえ。よいしょ。遊びはおしまい。ハニーがね、ハニーが呼んでるんで、そろそろご飯に行かないと。よいしょ、秘密基地だ。いいね、この年になってもこんな秘密基地が持てるなんて夢があるな。僕も欲しいな、秘密基地。よいしょ、ご飯、ご飯。ご飯、ご飯。すごい生活感。そしてお買い物。お子さんはいるのかな？いてもおかしくないのかな。いくつぐらいなんだろう。長いこと何してたの？ああ、ちょっとリサーチをね。うん、そう、リサーチね。本当にエレン、ねえ、ご飯用意してくれる？こっちもすぐ終わるから。オッケー、わかった、ありがとう。奥さんだ、エレナ。エリザベスじゃなかった、エリーでもなかった、エレナだった。スパイシーダンプリング。いただき、え、いただきストリート。そうやってお酒飲みながら酔いどれクッキングか。わかった。皿が洗えてないな。あんまりなんかそのご飯
ちょっと、ちょっとえ、何ご飯なのこれ、何ご飯か分かんないですけど、なんだパスタかな、まあ、パスタなら分かる。でもちょっと粗食じゃない？よし、オッケー。アメリカ人でもっと一個がっつり食べてるのかと思ってました。そうか、まあほら時数オーバーでミスもあるだろうけど、うん、編集にやってもらっちゃおう。うん、お腹減った。うまそう、うん、ちゃんと温めた？どうだった？うん、何？ん？なんて言ったの？わかる、あの、今日はどうだった？ああ、まあまあだった。フォークにね、縦に、いつも通りって感じ。ま、今日はマカロニ刺すやつを引き上げた。うん、泳げただけいいじゃない。そうだね。何か面白いものはあった？あったよ。すごいお宝。そう、可愛いの拾った。21世紀初期のトラック。いいだろ？うん、それじゃなくて。お宝を積んだ沈没トレーラー。本当にも。それがさ、ま、また今度。で、何の記事なの？うん。奥さん美人だな。もともとはバンコクの観光記事。ほら、ほんのちょっとしたやつよ。でも切り口を変えちゃったから雑誌から文句言われそう。だってね、みんなスモークのことばっかりなのよ。飛行機から降りてすぐ肺に来ちゃうぐらい本当にひどい状態だったんだ。だから記事の視点をちょっと変えた。バンコク、バンコク、そんなスモークのイメージないけどな。何でしたっけ、あのトゥクトゥクじゃなくて自転車で爆走してるイメージ。何？聞いてるの？聞いてる。もちろん。バンコクの話でしょ。確かに痛いだろ。ごめん。何？続きは？せっかくいいとこだったのに。そう？うん。何についての記事だっけ？バンコク。え？これ？ん？バンコクの住民？ああ、住民、うん、ほら、バンコクの。それとスモッグだ。それで、そのせいで飛行機に乗れない。それに、息もできない。観光の記事だったけど、まあ、ごめん。よく言うわよ。当たらずも遠からずだろ。まあ、確かに惜しいと言えば惜しいけど。うん。またマレーシアの仕事頼まれたの？ジェームソンはその話ばっかだよ。ねえねえと、その仕事受けた方がいいんじゃない？まあそうなんだけど、ね、やりたくないんだ。いやでも違法行為進めてくるなんて、奥さん許可取ってないって言うし。そうだよ。そういう仕事はもうしないって約束したろ。そうだけど、やる価値ないって。でもそんなに危険じゃなさそうだし、もし許可の問題だけなら。やだ。サリーに連絡したら、しばらく会ってないし、もう2年。この話はやめよう。私のために断ってほしくないだけよ。自分のために断ったんだな。気持ちはすごくありがたいけど、じゃあ私お皿洗ってくるわね。いいよ、俺が。ゆうべやってくれた。作ってくれたんだから俺が洗うよ。ほら、せめて俺に皿洗いぐらいやらせてくれよ。じゃなかったら勝負しよう。どういうこと？ほら、最近やってるなんとかってゲームだよ。俺がハイスコアを抜いてやる。なんとかってゲームで私のスコアに勝てると思う？確かに。もうビビってる？ゲームの名前すら知らないし。名前なんて関係ないだろ。いっつも見てるし、まあね、ジャンプしたり走ったりするのは俺の得意分野って忘れた？意外とチキンなんだな。やめる。ここけー、ここ、うん、受けて立つわよ。あ、ビーストだ。しっかり見てろよ。楽しみ。懐かしい、この起動音。ソニーコンピューターエンターテインメント。まだロードガールでしょ。プレイステーションだ。え、これもしかして2じゃなくて 1？ ちょっと我慢できないの？だって普通スイッチ入れたらテンション上がる。クラッシュバンディクーじゃん。僕がやったことないやつ。どうかしたの？いや、ほら、ちょっと、僕は操作わかんない。なんか、始まんなくて。スタートボタンを押すのよ。知ってた、ほらね。
いい？じゃあカメラに向かって走ってきて。はーい。カメラに向かう。オッケー。クラッシュバンディク。それと丸ボタンはスピンアタックね。岩が来るから逃げて。クラッシュバンディク動く操作してるんですけど、初めて。僕の初クラッシュバンディク。こんなところで消費されてる。嘘。ああ。穴に落ちたの。で、どうやったら出られるの？死んだの。そんなのリアルじゃない。俺だったら這い出るのに。二段ジャンプは？俺はそれで助かった。待って、ジャンプ、ジャンプ。うるさいな。応援してるの、コーチとして。ジャンプ、ジャンプ。ジャンプ、ジャンプ。さっきと同じことになっちゃうよ、これ。うまい。だる？こいつ、キツネ？キツネ？キツネに見える。ほらな、ジーンズ履いたキツネ。いい？箱を潰すの。なんでキツネが箱を潰すんだよ。バンディック、なんでそういうものなの。バンディックはそういうものなのか。そうか。すごい。っていうかスーパーキツネ。バンディックだってば。バンディック難しいよ。バンディック。なんで僕バンディックやってんの。でもキツネは取る。ほら、フルーツ取って。取るとどうなるの。取る。100個取るとワンナップするの。100個も？そんなにフルーツ取る暇なんてないだろ。全然取ってないよ、僕。穴ちゃんと見て。死んじゃう。あ、そう。意見の強いやつ。ちょっと。最後の一気。しっかりしないと。こんな難しいよ。バンディクやると思わなかったよ。おお、今のすごくないか。まあまあね。なんでフルーツ盗むんだ。キツネはフルーツ食わないだろ。盗んでるんじゃなくて集めてるの。こいつのじゃないんだから盗んでるだろ。自分と同類ってこと。何。別に。また悪口。おしゅうしゅうしゅうし。いいぞ。どうよ。おお、来た。まあ、初見にしてはまあまあじゃないですか。どうですか。全然じゃん。ベストスコア。一回も死んじゃダメなやつか。終わり？いや、まあ、初めてにしては上手だったと思うよ。もうちょいだったのに。もう一回やってみたら？それでまたダメなら私の車を洗うっていうのは。そうやって俺をいじめるわけ。イージーモードっていうのがあるから変えてみたら。子供でもできちゃうんだって。覚えてろよ。はいはい。ね、何する。後悔するぞ。どうするつもり。だからさ、本当どうするつもり。本当にいいの。何するのね。よーし、これでどうだ。あれ、皿洗うんじゃなかったんですか。ねえ、幸せ。何そんな哲学的なこと急に。二人一緒にいれば幸せでしょ。え、来て。嘘。え、R18 ですか。やめてくださいよ。やめ